皆さんこんにちは。担当促進講座が本論編が始まります。始まるのが9月の30日、そこから特許っていう科目から始まっていくわけですね。で、これ担当も目指してやりましょうねってことになるし、あるいは担当だけではなくって、ちゃんとその中で論点って話していきます。論文的にはこういう問題があって、だから担当はこう出てきたんだって話しますから、論文にとっても資する講座になるのかなと思います。実際上今これ収録しているのが9月の今日は15、6でしょ。まだ発表になっていないってことだよね。27が発表だよね。でその時に合格しませんでしたってなると、次どうしますかって絶対あるわけですよ。漫然と勉強してきてはもちろんダメだよね。なんかしなかったらいけないって話になるんだけど、あるいは担当ずっとやっていてもダメだったって方もいらっしゃるわけでしょ。でね、卓越も論もそうなんだけど、こうはいかないんですよ。勉強してこういうベクトルで上がっていかないんだね。上がるのはこう来て、こう上がるってことです。急に上がる。ね、でそれを体現するのがこの講座ってなるんだけど、私もこうは上がりませんでした。数年経ってからこれがやってきたのね、パンと上がるという瞬間が来たわけですよ。でそれをどういう形で体現したんですかってことが分かんないと、5年、6年経っても受かりませんっていう受験生になっちゃうのね。多分やり方が間違ってる。ないしはやり方がもう今の試験とは合っていないってことなんでしょうね。それをこの時に少し説明したいと思ってますんで、もし担当もうまくいかなかった、ないしは論文うまくいかなくなって巻き戻しになってしまった、免除切れになってしまったって方いらっしゃいますよね。そういう方は受けるという心としてぜひ来ていただければ良いかなと思っております、ね、じゃあ日にちは23日の2時と29日の金曜日から7時になっておりますんで、来ていただければなと思っております。